おはようございますえこのところ昨日はすごい暑かったですよねもう真夏みたいに。と思ったら今日はまたちょっと曇って、えー、そんなに気温は上がってないみたいですけども、ね、ついこの間は随分寒くてな,なんかどうなっちゃってるんでしょうっていう感じですが皆さんあの体調など崩してないでしょうか大丈夫でしょううかか、はいえー、今週からもう あのゴールデンウィークですね。なんか皆さんどんな計画されているんでしょうか。ね、あの、今年はね、コロナの規制もないようで、えー、何年ぶり ?3 年ぶりになるのかなうん、ね、あの、どっか自由に出かけられそうですね。えー、という私は、えー、っと、5日はね、ちょっとあのコンサートを聞きに行くことになってるんですが、それ以外はノースケジュール。<laughs> <laughs> あ、ちょっとね。<laughs> いろ,いろあの溜まってる仕事も片付けなくちゃとかね思っておりますが、はい。皆さんはいかがでしょうか？はい、おはようございます。えー、っとえ22525あつこさんありがとうございます。えつりんこ先生もおはようございます。いつもありがとうございます。あ、そして福田洋子さんもおはようございます。さて、えー、っと今日はね。ちょっとあの私がね。 あの今和製をねお教えしたり、ね、していてあの和製、まあ、得意なんですけど <laughs> どうして私は和製が得意なのかとか、うん、なんかその辺の,あの小さな時のことをね、えー、とちょっとあのお話ししようかなとか思います何、えー、か,かの参考になってくださればいいんですが、うんえー、とまずはあの私はねあの 小学校1年生でピアノ始めたんですね。で、そのピアノを始めた理由っていうのが、えー、なんか大した理由じゃないんですけど、その前、あの、幼稚園時代に、あの、おばあちゃんのね、あの、趣味で私は、あの、日本舞踊とか、お三味線の稽古に行ってたんですね。行かされてたと言いますかね。うん。それで、あのね、とっても嫌だったみたいで、 うん、なんかね、藤娘を踊った写真とかあるんですけど、うん、あの結局、なんかとっても嫌だ嫌だと、泣いて嫌だと。<laughs> <laughs> 言ったらしく私覚えてないんですよね、うん、それであそんなに嫌ならじゃあピアノでもやらせるっていうねあのなんか全然こう <laughs> 動機があの不純と言いますかね、うん、なんか女の子だから稽古と一つぐらいなんかさせとこうかなっていうねあの親として見るとまあそんな、えー、感じのたまいもない理由であのたまたまねあの、うん、ピアノの先生 ねしていたからあのそれでピアノを始めて、それで小学校入ってえ5月頃かな。あのピアノが届き、それであの始めたら今度はね。もう嫌だということもなく、うん。あの自主的に毎日毎日あのピアノ弾いてましたね。うんだからなんかやっぱり私のあのなんかうん。 好みが、あの、法楽器、和楽器ではなく、うん、西洋の楽器だったんでしょうかね。はい。それでまあ、あの、まあ、その当時ですからね、あの、もう、使う、あの、テキストといったら、バイエル。あ、その前に、メトドローズ、やりましたね。で、えー、メトドローズやって、バイエルやって、で、そこから、なんだろう、あの、ブルグミラーとかいきなり入ったのかな。なんかもうね、 うん、そんなこともよく覚えてないんですね。でもまあとにかくあのピアノ大好きでもう弾かない日はないと。それであのな,なんかねあのお客様とか来て「あのあよしかちゃん聴かせて」とか言うともうお得意げにねなんかその今やってる曲をあの弾いて聴かせたりなんかそういうことは好きでしたね。うんそれであの発表会っていうとねあのも,うもう楽しくてウキウキワクワクそれで何着きよう何着ようみたいなね。 でもドレスをあの、ね、作ってもらったりなんかするのも楽しくて、まあ、そんな感じでね、うん、なんか全然こう何て言うんでしょう、うん、あのプロになるとかそういうことも全然なく、うん、あの楽しくねやっていたんですよね。うん、今思えばねあのソルフェージュをちゃんとやってたわけでもないしあのただひたすらその。 楽譜読んで、あの、弾いて、うん、それで間違ってなかったら、はいよ、丸、みたいな、花丸、みたいな感じで進んでたんですよね。うん、ほんと。まあ、昔ってみんなそんなでしたよね。<laughs> 今みたいにね、あの、ソロフェージュとか、音感教育か、教育とか、なんかそんなことを全然、こう、まだ、うん、あの、 言われてなかった頃でね。うん。まあだからまあそういうレッスンなのに、あの全然嫌にならなかったんですね。うんなんか不思議ですよね。うんで、では、まあ、あのそういうことで小学校6年まで。まあ、あのコツコツ、コツコツ、スクスク <laughs> あのま減、あ、るようになり、うんあの。そう。6年生の頃って何弾いてたのかな？もうなんか全然覚えてないんですけどね。 えとでも発表会ではねなんかえっ、ー、とそのうちで、ね、んか弾いてたのかなうんなんかそんな感じで対、うん、してねその振動がすごくてもうあの振動のように弾けるとそういうわけでもなく <laughs> あのテレテレやってたんですけどもねでも好きなことは好きでしたよねうんそれであとねあの耳ピーとかなんかしてたかな,なんか6年生の学芸会でなんかあのその時に流行ってたあの レンドラね、アシャドラの、なんかそれを、あの、なんかやるということになって、そのテーマソング、ソングじゃなかったかなソングか。うん、歌入ってましたね。で、それを、だから楽譜なんかないので、で、耳コピーして、それで、あの、伴奏したりとかね。なんかそんな、 こともししてましたね、うん、どうしてそういうことができたのかもわかんないんですけどなんか知らぬ間に、えー、そんなことやってました。そして、えー、6年生のね途中ぐらいからあのエレクトーンも始めたんですね。というのはあの楽器屋さんが「あのよしこちゃんこんな楽器もあるよ面白いよやってみない?」っていうので。 うちにエレクトンが届きまして、デイワン B というね。<laughs> ご存知の方はご存知。<laughs> はい。あの、日本で最初に作られた、あの、ヤマハがね、最初に作った、 電子シルガンなんですね。あの、エレクトーンの D1B っていうね。うん。はい。それを、あの、買ってもらい、そして、あの、エレクトーンのレッスンを始めたわけです。で、えっ、ー、と、私、あの、田舎ですから、あの、伊豆の伊藤で。で、伊藤には、あの、エレクトーンの先生がいなくて、えー、毎週ね、三島まで通ってました。で、えっ、ー、と、 まあ妹がねすごく10歳下でちっちゃかったので母があのなかなかねあのあの家を開けることは難しくていつもね父が仕事が終わってから夜連れてってくれてたんですねはいそんなことでエレクトーンを始めたらもう楽しくて楽しくてもうエレクトーン命みたいな中学時代を過ごすわけですはいそれであのまあねエレクトーンの先生がそのえ当時指導講師ってね いうふうに言われてましたけどそのヤマハの先生方の,あの研修会やなんかで、えー、指導する先生があの月に、えー、2回、うん、あの沼津に見えるのでその先生にも見てもらいなさいということになりそれで、えー、中学うん。あの だから、2週間に1回は、あの、学校を早退してレッスンに行くというね。はい。あの、学校にしたら、もう超問題児だったんですね。はい。ねそんな、そんなこんなで、あの、学校から、あの、もう休むな、休んじゃいけないと言われまして、それで、その、エレクトーンの先生が、あの、沼津のお仕事が終わった後に伊藤まで来てくださるというね。まあ、なんとも今考えると、贅沢な、あの、うん、環境で、あの、うん、レッスン、 ができたんですねはい。それで、まあ、エレクトーン大好きで、もう、あの、もう本当にね、夢中だったんですよ、その頃。はい。それでもう、もう私はエレクトーン奏者になるとか思っていたんですね、その頃はね。はい。それで、そしたら、そのピアノの先生に、もう、けんけんごうごう非難されまして、え、あなた、何あんな邪道な楽器やってるのジャズ 何それみたいなね。あえボサノバって何よそんなことしてたらあなたね、あの音大なんかもうピアノ科は無理だから、それでも音大行きたいんだったら、作曲家にでも行きなさいと言われ。<laughs> はい、もうね、そのピアノの先生はもう本当にあのクラシック至上主義でね。うん あの、まあ、でも昔のピアノの先生だから、まあ、大体そんなんじゃなかったかなと思うんですけども、はい、それで、えー、その先生にね、あの、作曲家にでも行きなさいと言われ、はい、でも、はい、わかりましたって、あの、素直に作曲を受験することに決め、で、えー、高校受験のちょっと前頃に、あの、まあ、いろいろね、 あのエレクトーンの先生を通じてあの作曲の先生を紹介していただきそれであのご挨拶に行ってで、えー、高校に入学と同時に、えー、今度は東京へ <laughs> あのあの受験住民のためにね和製の、ね、レッスンに通い始めたという、まあ、そんな、えー、経緯がありまして、うん、ですからねあの私あの、うん、和製は和製とそれから大砲ね、うん、あの もう高校時代にもうしっかり叩き込まれました。というのが、あの、作曲家の、えー、試験ね、入試には、えっ、ー、と、和製と大砲と、それから、あのー、 作曲っていうね、その三つがあるんですね。まあ、それ以外にソロフェージュとかピアノの実技とかあるんですけど、作曲の実技の、あの、うん、試験としては、まあ、そんな、あの、三つあるんですね。で、和製は3時間半で仕上げると、あの、全然楽器とかはなく、まあ、普通の教室で普通に、あの、例えば数学の試験を受けるの、みたいな感じで、あの、机でこう書くわけです。うん。で、3時間半で仕上げるっていうね、まあ、あの、かなり長い30小節ぐらいあるような、 和課題でね、もう何でこんな転調するわけみたいなねもうやたらやたらめたらなんかあの、うん、難しいというか、うんあのうん、なんでっていうねそういうひねった問題が出ましたね。うん、でえ次の大砲の試験っていうのはあのテーマが出されてあの、ねえー、次のテーマで始まる大砲的楽曲を仕上げなさいっていうねそういう 試験なんですね。で、それが4時間かな。うん。で、あの、暗黙の了解で、それは風画を描くことになってるんですね。はい。で、えー、私も書きました。<laughs> はい。そして、えー、3つ目の、えー、試験が、あの、うん、ピアノのね、楽譜が2小節ぐらいこう出されて、次の冒頭で始まるピアノ曲を えー、完成ささせなないいいとうううね、うん、あのそういう問題なんです、すそれも4時間だったかな。うん、で、えー、それは暗黙の了解で、そなた形式で書かなくちゃいけないことになってましてね。<laughs> はい。で、まあまあ、それ、あの、まあ、一応クリアして、で、まあ,あの、うん、受かったわけです。で、まあ、晴れて音題生になったわけなんですけども、うん、なんかそんなわけで、だから私は、あの、作曲、 に、えー、いたんですすねね作曲専攻してたんです、ね、であのー、そうでエレクトーン弾くためにはね作曲家に行ってとっても良かったんですねだからその頃もエレクトーン命で、うん、もうあのー、エレクトーンばっかりやってましたから、あのー、それでもう、うん、とにかくまあ学校にはねちゃんと行ってましたけども、うん、あのー、エレクトーンばっかり弾いてました。<laughs> でそんなわけで、あのーね、私はあのエレクトーンの先生って思われていまして、はいでえー、その後、まあ、卒業してあの、まあ、音大に教えに行くことになるんですけどその時もあのエレクトーンの先生として あの入ったんですね、うん、なのであの、まあ、作曲家出身ではあるんだけどもあの理論系の授業とかは一切持ったことがないというね、えー、ちょっと、うん、非常に変わったやつなんですね。うん、で、えー、だからエレクトーンの実技とそれからあとはあのソルフェージュ系のねの授業は持ってましたけども、はい、それでいあのでもそれがですね、えー、最初はあの 専門学校、あの、名前言っちゃってもいいですよね。あの、小美学園というね。で、専門学校の方の、あの、電子オルガンの専攻のところに、あの、うん、入ったんですけども。でも、そのね、次の年に、短大に行きなさいと。急に学長に呼ばれて、短大に行きなさいと言われて。で、短大には電子オルガンの専攻はないですから、なんかそこでは、あの、ソルフェージュとか、あと、あの、キーボード演習じゃない、なんだっけな。もう、授業名も忘れてしまいましたけど、 あのシンセサイザーが一人一台ずつある ML 教室でそのいわゆるキーボードハーモニーみたいなこととか伴奏付けとかなんかそんな授業をやってましたね。はい、で,でしばらくそれであの短大の方でそういうことをやってましたらまたある日突然あの専門学校の方にも「ほい」と言われ <laughs> そしてまたそこであのエレクトーンをね、うん、あの教えることにもなったんですけども。うん、まあそんなこと ことであのエレクトーンも弾いてみたり、えー、一応作曲もしてみたりというね <laughs> はいそれで、えー、まあエレクトーンででも私はそのいわゆるポップス系のものをソロで弾くのではなくあのオペラとかコンチェルトのそのオーケストラパートをねあのそっくりそのまま弾いてしまうっていうふうなことをあの始めたんですね。はい そそうそうだから大学卒業してその,あの短大の講師をしている頃はあのもうねエレクトーン弾いてる時間なんかもう全然なくてまあとにかくすごい酷使されて朝7時から夜10時までとかね <laughs> もうすごいブラック企業ですよね。<laughs> それでしたたのでもうしばらくエレクトーン縁が切れてしまってたんですけども、うん、もうええー もう娘が生まれて、えー、幼稚園生になる頃かなあの昔の,その師匠があのエレクトーンでそのオペラとかコンチェルトをね、あの伴奏をするっていうことをあのこれから始めるのでやらないかって声をかけてくださって、はい、なので、えー、エレクトーンに、えー、再びあの復活したのは、えー、もう30半ば。でそこからあの、うん、コンチェルトとか オペラの伴奏を始めたんですねで,、はい、でもそれがねあのとても今につながっててあのえ子どもたちのためにねもう本当に始めたばっかりの,あの子どもたちでも弾けるようなえエレクトーンのオーケストラ伴奏をつけたあの本当にピアノ初心者のための,あのピアノコンチェルト。 えー、ピアノパートはもう片手だけとかね、えー、それで、えー「キラキラ星」とか「メリーさんの羊」とかあの「帰りの歌」とか、うん「ひげじいさん」とかなんかそんなものであのアレンジしてで、あのーね、生徒たちにあの弾かせてあげるという、うん、それで、まあ、とにかくねあのピアノ習う子たちにはアンサンブルをねやっぱり小さい時から、うん、体験させてあげないとかわいそうだということをその音大の。 あのの授業の中で本当に痛感しましまてねはいそれであのでそのエレフトーンを使うとすごくあの楽しいし面白いぞこれはきっといいぞと思って始めたのがそのエレピアコンチェルトっていうんですけどもその子供たちのための,、うん、あの初心者のためのピアノコンチェルトなんですよね。そうだだかからあのなんだかねいろいろやって やってたようにやってますけどもなんか私の中ではねあの演奏することも教えることもなんか全部つながって一つのことなんですねはいそんな感じであの、うん、で今に至るということなんですがはいあのなんかご質問とかあったらあの何でもあの聞いてくださいませはいえー、とあ山崎先生も聞いてくださってますねありがとうございますはいそして、えー 三一 m. A. 二六三。3? そして、あの、あ、よっぴーもありがとうございます。はい、そして、えっ、ー、と、またまた重なっておりますが。えー、後藤。二二ぜ、うん、なんでしょう。えっ、ー、と、ちょっとごめんなさい。読めないんですが。ありがとうございます。そして。はい、えー、みき先生もいつもありがとうございます。はい、そして、えっ、ー、と。えー、どなたでしょうか。えっ、ー、と、けいちゃん。 えー、30u.i. さんかなありがとうございます。は、そして、はい、中川陽子先生、ありがとうございます。はい、おはようございます。昨日はありがとうございました。いえいえ、こちらこそ、えー、参加してくださってありがとうございました。えー、実はね、私、Facebook で、あの、うん、あの、グループ、Facebook、えー、Facebook グループを、あの、立ち上げまして、あの、皆さんに、あの、和製の あのなんかねいろいろ情報をそちらでもお伝えできたらいいかなと思いましてで、えー、ついこの間始めたんですけども、えー、それで昨日ねあの初めてそのお茶会というのをやってみましたで、えー、中川先生ね参加してくださって、はい、ありがとうございますなので、えー、ともしあのそちらにもあの参加されたい方いらっしゃいましたらあの LINE でもいいですし、あと、Facebook つながってる方だったら、Facebook の,のメッセンジャーの方にね、あのメッセージを送っていただけると、あのご招待できますので、ぜひぜひ、えー、それもよろしくお願いします。はい、そして、えっ、ー、と、ケヤミュージック先生、はい、おはようございます。いつもありがとうございます。 はそして、えー、神崎春江先生遅くなりました、えー、電車の中で聞いてみますまあそうですか今日もお忙しいんですねはいありがとうございます、えー、そしてえー、アクセサリー素敵あ本当にありがとうございますはいえーね、なんだかね私そうアクセサリーねすごく好きなんですよでなんだかぐちゃ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 ねあのー、はも,うもう安物ばっかりですけどもねあのいろいろあのー、はい 持っておりますもうなんかねもう売るほどあります。<laughs> はいえー、っとえ え先生の経歴がよくわかりました。あ、そうですか。ありがとうございます。まあね。あのそんな感じで。なので、今ね、あの、和声苦手という先生方に、もう、もうやっぱりね、和声は絶対、あの、わかっててほしいなと思うんですね。もう先生方にはもちろん、それであの、アマチュアでね、楽しんでいらっしゃる方にも、その和生の知識ってね、あの、うん。 わかっていると、もうより深く楽しめるので、どっちにしてもね、和製ってね、あの、はい、あの、皆さんにわかってほしいなと思ってます。はい、それで、えー、あの、和製学び直し講座基本編というのもね、あの、ご要望があれば、いつでもやりますので、あの、もし、あの、きちんとね、もう一度、あの、 学び直したいなという方はぜひあのご連絡ください。あのラインのメッセージであのいただければ大丈夫です。はいえなえ中川先生え先生お元気ですねあそうですか <laughs> はいまあ一応あのうんそんなにすごいあのはうんいつもねあのバリバリビシビシやってるわけじゃないですけどまあ一応あのはいあの普通にはい元気にしておりますうん。 はい。そんなわけで、えっ、ー、と、はい。えー、だいたいその、もう、喋り終わりました。はい。なので、えっ、ー、と、そろそろおしまいにしようかなと思いますけども、えっ、ー、と、ちょっとお知らせです。えっ、ー、と、5月16日の9時半から12時半、あ、12時、12時です。9時、9時30分から12時、午前中ですね。はい。あの、 え、幼児小学生の学典指導法という講座をね、久しぶりに、あの、やることになりました。はい。なので、あの、よろしかったら、ぜひ、ご参加ください。あの、えー、っと、あ、そうそうそう。あの、プロフィール欄の、あの、リンクツリーから、あの、言っていただくと、その申し込みフォームにつながるようにあのなっておりますので、よろしかったら、あの、ぜひ、えー、ご参加ください。えー、っと、これ、あの、学典って、 の小さい頃からね、こう馴染ませとかないと、小学生になってそろそろなんていうので、突然ね、あの、音程のこととか、うん、あの、和音のこととかって、あの、調合のこととかってね、あの、教えちゃうと、なんかみんなね、難しい、あ、わかんない、とか言って、あの、学点アレルギーになってしまうケースが多いんですよね。だからそうさせないように、 もう本当にあのレッスンを始めたその日から、え、どういうふうに何を、どんなふうにしていったら、その小学生になった時にね、確定に拒否反応を起こさないで、あの、すんなり覚えてもらえるかな、ということを、ま、いろいろ、あの、 あ、<laughs> 試行錯誤して、あの、今までレッスンしてきたことを、あの、皆さんにね、お伝えしたら、きっと何か参考になっていただけて、あの、お役に立っていただけるかなと思って、あの、はい、ちょうど1年くらい前から、こんな講座をやっておりますので、はい、えっ、ー、と、5月16日月曜日です。あの、時間は朝9時半から12時までです。あの、うん、よろしかったら、ぜひ、あの、お申し込みお待ちしています。 えーとあそうですね、えー。小さい頃から家電通大切ですね。そう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 なんです。うん、だからあの、うん、大体4年3年生か4年生ぐらいになったらあの大体それまでに楽天のことは分かるようにさ、えー、しておいてそれであの家電通をね とにかく、あの、よしこメソードという、あの、メソードで、家電図を習得、あの、していけるように、はい、そんなふうに、あの、やっております。なので、あの、ぜひぜひ、はい、お待ちしております。あの、資料としてお渡ししている、この一覧表ね、何歳で何を、どんなふうにやるか、項目別に、あの、一覧表にしたのを、あの、資料として、あの、差し上げているんですけども、なんかそれがね、ずいぶん、あの、 うん役に立ってるようなんです。ああ吉野先生学転講座を受講できて良かったです。えレッスンでフル活用させていただいてます。あありがとうございます。ねはいそう言っていただけるとあのやりがいがあってあのとっても嬉しいです。ありがとうございます。うん、なのであのなんかまあねあのそういうアイデアってあのアイデアの引き出し うん、たくさんあった方がいいですから、あの、私がこんなことやってるっていうこともね、もしご興味ありましたら、はい、ぜひお聞きください。ご参加お待ちしてます。はい、では今日はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。どうも。